終尊一連大聖人御名範は諸法実相性の一節に示して曰く、一円武大第一のご本尊を信じさせたまえ、愛構え愛構えて信じ、早漏て三仏の守護をこむらせたおべし、行学の二道をあげみ早漏べし、行学絶えなば仏法はあるべからず、我もいたし人も狂気相来、行学は信心より起こるべく早漏を、力あらば一問一句なりとも達成たもうべし。ご紹介に預かりました宮川亮徳でございます。昨年司会をしていただきました谷川氏と全国日政委員長の小泉会長さんが、私が現在住んでおります東京稲城に、わざわざ来ていただきまして、講義をお願いしたいということでございました。本来ならば教学の研究している先生とかいろいろの方々がいるのではないかと思い躊躇しておりましたが、私のようなものでも一つお願いしたいということですので、受けさせていただきました。その後、題が書かれておりまして、日蓮宗のみのみのご生活であるということでしたので、実は私がまだ青年時代35歳の時に、書かせていただきましたのが日蓮聖人と供養の品衣食住、大体身延山を中心としての日蓮聖人の男信徒からの御供養の品が東京でございます。これを資料とさせていただきました。これを全部読んでいきますと大変な時間がかかったり、中にはこの意味は何だというようなことになりますので、これはまあこれといたしまして、その資料をさせていただきました。何度か話を電話等々でしておりました時、来た時には小泉院長さんは青年性の自覚だ、自覚を大事にしたいということを常々申しておりました。それでは自覚だなということを思い、さらに谷川氏と今度はまた1ヶ月ぐらい経ってお話をすると、なぜ法華経が一番ありがたいのかと、こういう内容のことの質問等々です。また1ヶ月近くになる先だっては今度は安心についてというようなことも付加されました。相対的にまとめてみると非常に難しくなってまいります。そこで私は自分で今度はしらを切りまして、そのことあなた方も青年層かもしれないけれど、私もかつては青年層であった。私は日蓮宗青年会に20歳の時に東京西部日蓮宗青年会に入りまして、それから今年は70歳を迎えますとするとちょうど50年前でございます。50年前に私は青年会に入りました。当時は東京は東西南北に分かれ、さらに、その東西南北をまとめたものが東京日政、全国にも鵜の目竹の子のように青年会が発足してまいりました。しかし未だにまだ青年会全国日政に加盟していない県もあります。そのような中で自分たちの青年時代を過ごしてまいりました。当然、勉強会は毎月のように
勉強会をし、ご遺言の拝読等々を行ってまいりました。そうこうしているうちに、やはり、私自身も思い当たることがありまして、後々にお話しさせていただきたいと思いますが、私自身 の各宗祖のものの見方と等々を話をさせていただきたいと、このように思っております。ざっくばらんに簡単に言いますと、法然の宗派を開くところの背景、風景はどうだったのか、浄土真宗を開いた親鸞の改宗した動機と風景はどうだったのか、もう一方においては曹洞宗の開いた道元禅師の開いた社会的な背景、その風景はどんなものだったのか、また我が日蓮聖人はどのようなことを思い、この法華経を絶対視し改宗に御礼いったのか、というようなものを見ながら、私なりの仏教観、日本宗派の中の仏教観を語らせていただきたいと、かように思っております。では一応ですね、この資料がございますので、資料のかいつまんだところだけをお話しさせていただきたいと思います。今思うと、自分で一度読んでまいりましたけれども、これは35年も前の自分の書いた原稿で、いやー、なんかなっちゃうなと思うようなところもあります。この説明はなと思いながら、反省しきりながらも資料とさせていただきました。で、特にこの資料の一番最後の方に、経年的に日蓮聖人が大神道から送っていただいた供養の品じゃ、これはですね、後に、なりまして中村蓮教老祖、97歳で亡くなりました。この方が90歳の時に出された日蓮聖人初任供養というものにも、私も調べた全部ではないんですが、大体のところは載っております。しかしそれは全部ではないということに私自身が気づき、これにプラスアルファしてこのように作らせていただきました。現在の日蓮聖人の残されたことがあるご遺文と申します。そのご遺文では、これだけの品々が実際に送られているということを知っておいていただきたいと、大変に思います。で、この中にはですね、経年が書いてありますと、当然のことながらこの お金もそうですが、白米一俵とか芋一打というようなことで、一打二打という数え方は、馬の背中にこう二つ重さをこうやっと、これは二打です。いいですか。一打というのは片っぽだけにこう、これは一打です。ですから米ですと一俵、二俵でしたらこう馬の背中の上にこう両方にするとうまくいくわけですね。あの馬だってでもこっちだけ重くて、この歩くの歩きにくい、そういうようなことだというふうに知っておいていただきたいと思います。で、このようなものが送られてくるたびに、これだけあれば日蓮宗に大したこともう困るんじゃないんじゃないかと思うんですが、当時身延さんには日蓮聖人をしたって集まる弟子が時には40人、多い時は64名を数える時がありました。64名の若き青年層がですね、食もいい、このような贈り物があっという間になくなってしまいます。